ってみて。アイス、アイス、アイス。今日はあのフロントフォークね、あれだ、うん、これを伸ばしたり短くしたりするのに結構聞かれることがあるよね、この質問。これ切れないんですかとか、あ、溶接で伸ばせないんですかとか、うん、両方ダメです、できません。これはオイルが入っとってバネが入ってるんで、で実際はこんな感じで純正は蓋がしてあります。こうやってバネが中に入ってる、うん、でこれ開けるときはしっかり押さえてグッて外してください。パーンと飛んでいく、うん、で短くする方法っていうのはもうこれを変えるしかない。この中、このシルバーのとこを変えるしかない。なんていうっけ、そういう、フロントフォーク、インナーチューブ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 、うん、でここを変えるしかないか、ローダウンする方法で一般的なのは、まあ、ここをバネ切らんけど普通は、うん、このバネを短くしてバネをちょっと遊ばせる、車とかでもよくある、ね、ローダウンするやつ、うん、遊ばせればいいだけ、バネ、そしたら沈むけ、はいはい、でもう一個なのがここにカラーが入ってるやつ、車両はここのカラーを短くして下にカラーを入れてあげる、そうするとこれが中に沈んだ状態になるけ、必然的に、はいはいはい、って感じでローダウンします。で、まあ、今回は、長くするってことでこういう延長のキット、延長のキットっていうのは純正のこれ、この蓋にこの長いのがついてる、この同じ太さのやつが、うん、が延長が売ってるんで、それで長くしてください。これが一番安くする方法。このインナーチューブの長いのも出てるのは出てるけど、結構高いと思うよ。まあそれはそうでしょうね、うん、でこれ買えるんだったらオイルシールとかオイルも全部買えなきゃいけなくなるけん、大変そう、大変ですね。あれ、これオイル買えるんだっけ。はい、こんな感じで、これをつけていきます。でこれつける方法は、もう気合です。気合、はい、これ気合しかないですね。は？おー、惜しい、うおー、この延長がありますね、延長にそのオイルをつけます。こういうのはちょっとハイオイルというかこういうのでいいです。ほどついてたオイルをつけます。理由は滑りよくするためです、この時。でここからはパワープレイですね。うわー、硬い。どうするんですか。どうするんですか。鬼のように硬いよこれ。こんなもん。そこはどうやって回すんですか。うわー、ちょっとこう、どうぞ。相当長くするけん大変ってことですか。じゃあ、いや、ここのバネが硬いね、そもそも。え、全部一緒なんじゃないですか。コウジ君、はい、何どうしたらいい。コウジ君、この何フォークを回してほしい。これ緩んでないよね。ちょっと待って、緩めるよね。怖っ、怖い。結構な大勝負なと思ってね、うん、ちょっと回してほしいわ。かしこまりました。あそこまで行ってもう手で回すんじゃなくて、ね、フォークを回して入れる。そうそうそうじゃね。じゃあ大輔さんが押さえて俺がこうした。なるほどね。ドリじゃ無理じゃない。無理じゃん。車種によって違うってこと、うん、これはなんかあんまりにも幾分硬い、幾分って引きが悪いってことじゃん。ん？普通か、硬すぎてる。サスも硬いってことじゃん。うん、まあちょっとスポーティーってこと。スポーティーでもそんなに質問攻めせんで、みんなからで、聖徳太子でしょ。昔はね、聖徳太子かって言われたことあるけど、ね、ほんまに、うん、学校どうせ全部に、全部の返事に、え？え？え？何？
って言うんでしょ。いや、さっき何て言ったか聞いとったんだ、青木言われて答えた、俺普通に聞いとったもん。そう、そんな答えじゃないでしょ。買ったこれ。買った。お、いっとる。あ、いってない。いってない。行きそうだった。まあ、誰が悪いか犯人探しします。ちょっとグッと上に押し上げないとダメよ。うん、押し上げとる。押し上げとるって。急に押し上げとるって。急に犯人つけられた。どこ持つ。行くよ。押し弱いんじゃない。ああ、しくった。何、今の押しのが弱かったっすね。ちょっと逆立った。犯人、犯人だった。怖いのそれ。いける。いっとる。え、かろうか。いった。いっとけけ。うわー、結構長いね。こんな感じで北は延長するよ。できんできんできん。もう一回あるよ。結構長くなるんですね。じゃあ結構上がるよ、ほんまに。でね、そのこれどんぐらい伸ばしたらいいですかとよく聞かれて、うん、あの俺はだいたい2インチ、5センチとか7センチぐらいにしんちゃいって言うんよ、うん、でもだいたい、いや15センチぐらいいった方がいいですね。7インチ。すごい長い。まあ、これでちょっと見てもらったら分かるけど、すごい長くなる。後でずらす計算。うん。これで今7センチなんですか。これ7センチ。これで6インチぐらい。これ2回ぐらい。こっち緩めてないよ。これで6インチぐらい。へえ。本当に前がぐわっと高くなるけんね。結構変わるっすよね。一気に変わると思うよ。これ両方緩めていい。みたいなのがいい。うん、耐えやすい時に落ちる。これがそれはそれも緩めねえ。それはどこかくやん。こっちかくやん。一瞬止めとんじゃろ。こっちになるぐらい。いるんだよ、こういうの。いるんだ。いった。逆にせといて。
ありがとう。で、車高をちょっと上げます。7センチ？いつ？まあ、元がこれぐらい。これが純正。で、7センチ伸ばすと、え？どんな？それでもまあ全然なんか下げれそうっすよ。全然よ。もうちょっと上げれるさ、下げ。そんな画期的な上げ方。しんどいわ。画期的？原始的やろ。原始的か。それつい日本語の使い方がおかしい。ちょいちょい。こんなもんですか。あらあらあら。まだまだまだ。まだまだまだ。まだ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 。まだ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 。ストップ。はい。もうちょい。上げ。ダメ。上げ。ダメ。上げ。ダメ。下げ。ダメ。もう今日か。ダメ。相当高いんだけど、あ、なんかでも一気に変わるね。変わるのはすごい。やっぱ前が長くなったらなんかこうイメージ変わる。チョッパーっぽくなるっすね。え、なるなるなるっすよね。なるっすよね。もう間違えたか思った。チョッパー48のあのなんか引くロー引くみたいな感じの感じ。ロー&ロー。ロー&ローっぽいのはなくなるしね。気にならんすね、そんなこの延長のやつ。まあね。これフォーク長くしたらスタンドって寝るんか。寝る。車体が寝るんか、余計。そう、起こすのが大変っすよ。あんな、だいぶ高いで、これ。だいぶやね。ハンドルもまた、そのライザーじゃないけど、うん、そこが長いけどさ。でかい。48。でかくなった。一回り大きくなった。でかい。でかいってか、なんか長い。その格好好きっすよね。利きとか変わるんすか、フォークの。ん？フォークの利き具合は。利きは長くなればなるほど前の荷重が減るけ逃げやすくなる。よっぽど長くないと旋回量関係ないけど、前がこうなる、後ろがどんどん重たくなる。荷重バランスが。ロングフォークにしたら、ロングフォークにしたら前が軽くなって、軽くなる。え、どういうことですか。長いね。怖いわ、やっぱその車体が寝すぎて。寝すぎてるパターン。うん。確かにね。いいじゃん。そんな感じの、フォークの延長が行われる。今日このごろでした。ありがとうございました。